海丸、そしてウーミンです。お願いします。皆さんこんにちは。海上保安庁のマスコットキャラクター海丸とウーミンです。ウーミンです。よろしくお願いします。海丸よ、よろしくね。のぶといって、声がのぶといって。海丸よ、よろしくね。海丸とウーミンは海上保安庁を PR するために生まれてきました。 PR したら死にます。そんなことありません。そんなことないよ。 PR は終わりがありませんから死にません。海上保安は死にません。海上保安がいつ終わるのかそれは誰も分かりません。一回止まろうか。皆様にご報告があります。というかご相談があります。先ほど船新一族の時には満杯だった会場にスカスカ感が見られます。ウーミンと海丸の気持ちはどうなんでしょう。さてどうでしょう。皆さん盛り上げてくださいね。わっ、おっと、前ウーミンと海丸は効果権力を使って菊池君とクレイシャを呼びつけたわけですね。そういうことですね。わー怖い、やだ怖い。利用できるものは利用しますんで。わ、利用、活用と言いなさい。確かに。なんで今日メインの MC お前だろ。ほら頑張って喋れよ。ほら原稿は読まないと約束しました。伝えたいことは何ですか。はい、伝えさせない。お母さん緊張しますんで皆さん盛り上げてくださいね。ウーミンと海丸が前に来なんとにお前たちは役割分担が分かっとらんな。ナンバセなんてお前たちは PR だ。ほれ頑張って PR。 ほら海丸は腕立て伏せが40回できるんだろ。やってみ。後でやる。OK。 はい、海上保安庁、海上保安庁、クレに海上保安大学校っていう海上、そんなものはない。ありますよ。え、はい、ある、ちゃんとあるよ。あんの。吉浦の若葉町というところに。ウーミンとウーミンは学生なわけ。お前らまだ未成年。いやいやいや、違いますよ。お前ら昨日の夜酒飲んだろ。ちゃんと二十歳超えてますよ。あ、二十歳。あ、結構大人なんですね。昨日飲みすぎて顔色が悪いわけじゃないの。もう全然元気元気です。あ、ほんと。全然聞いてないのに隣のおじちゃんが話してくる。俺は海丸とウーミンに話しかけてるのに知らないおじちゃんが話してくる。どういうこと。あのおじちゃん誰。知らない人ついていっちゃいけません。はい、どうぞ。はい、海上保安大学校なんですけれども。お前だけね、台本通り進むだって言うだろうが。そうじゃないだろ、伝えたいことを言え。ほら、はい、カット。伝えさせない。わたつみ祭っていうあの学生祭が、そう、クレのように立ち振る舞うのがあなたたちの仕事よ。5月の25日と26日に開催されます。されない。はい、されないって言ったらされるっておじちゃんが言うところだろう。されるね。される。されます。はい、はい、25日には大きい花火も上がりますので。上がりません。上がります。決して上がることはありません。はい、ぜひ参加してください。それに参加したら何かいいことがあるんですか。ありません。あります。ある。あります。どうある。そうですね、楽しい思い出が作れますだろ。そうそうです。海丸とウーミンと楽しい思い出が作れます。なぜなら私たちは写真1枚500円で売ってるからです。そんなことありません。そんなことあります。皆様550円よろしくお願いいたします。最近あのいろいろインボイスでいろいろやかましいですからですね。ちゃんと消費税をですね書かなきゃいけない。領収書は出ません。25日、26日、わだつみさえありますので皆様よろしくお願いします。いらないおじちゃんが喋りかけてきました。ついていってはいけません。はい、いいですよ。コンビネーションができてきました。はい、他に伝えたいことは以上です。以上かい。あと3分もあるばい。おい、今めくるなよお前。あと1分って言った。ほれ、くれ、くれ、くれと海、海丸のコラボレーションのあれが見たい。海を散歩させるクレシに出会う海丸。それではどうぞ。いや、どうもこんにちは。クレシ君じゃないか。僕は今日海上保安庁の訓練でもうやめてきたよ。
腕立て伏せを60回やれって言うんだよ。そんなにできるわけないじゃないか。見てごらん僕の腕の短さ。そんなことない、そんなことない、そんなこと。俺は海上保安庁が大好きだ、大好きだ。じゃあみんなで海上保安庁大好きだ。ありがとうございます。ありがとうございます。これでいいか。はい、ありがとうございます。終了。俺言っとくけどね、多分ね、海丸より海上保安庁のこと好きだと思う。いやマジで、すいません、あの私間違いじゃなければ、ジャパンコーストガードだろ。菊池くんが、はい、僕は呼ばれたって言ってきたんですけど、間違いですよね。頼みました。自分のマイクで喋れ。なんでわざわざ IT の方に顔向けて。許してください。自分でマイク持っとろうが、おっちゃん。許してください。おう、じゃあ本当に頼んだとしたら、ステージ上でさぞ後悔されたかと思いますけど、はい、海上保安庁だけに後悔しました。マイ海上保安庁が大好きだ。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか持ってかれた感じするな。はい、ありがとうね、菊池くん。そして海丸海海上保安庁の皆さん、そしてクレシー、ありがとうございました。はい、今多分ね、すごいね、やってやった感っていうか、あの達成感に満ちてると思う。今見て、あの背中、俺やってやったっていう感じのね。いやーね、もうなんか売り込んでるしね今ね。はい、あ、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございました。私がね、よく行くお好み焼き屋さんのハヤトってとこがあるんですけどね、海丸と海のぬいぐるみがずっと飾ってあるんですよ。だから、あ、あのぬいぐるみの子だって思ったんですけど、ハヤトの海丸と海、黒いんですよね。すごい、多分ね、何十年か前からあるんだと思う、ね、それぐらいね、活躍してると思うので、皆さんもぜひ仲良くしてあげてください。さあ、それではこの後ですね、クレー